ギリシャに消えた嘘は、2014年のアメリカ合衆国、イギリス・フランス合作のスリラー映画。監督は、ホセイ・アミニ、主演は、ビゴモーテンセンが務めた。パトリシア・ハイ・スミスの、殺意の迷宮を原作としている。本作は2014年2月に開催された第64回ベルリン国際映画祭の、スペシャルグラスセレクションに出品された。1962年、ハンサムで、 魅力的に見えるチェスター・マクファーランドとその妻コレットはギリシャに旅行しアテナイのアクロポリスを訪れた。そこで二人はツアーガイドに扮して観光客に詐欺を行っていたライダルと出会う。二人はライダルをディナーに招待する。ライダルはチェスターの資産とコレットの美しさに魅了されていたため招待を受けることにした。そして夫妻のことを自分のガールフレンドに話した。 コレットはライダルのことを気に入ったが、チェスターはライダルを信用していなかった。夕食の後、ライダルはコレットがタクシーにブレスレットを落としたことに気づいた。そこでライダルはブレスレットを返しに夫妻の宿泊するホテルへ引き返した。ところが、チェスターの投資詐欺の被害者が雇った私立探偵がマクファーランド夫妻の宿泊するホテルを訪れ、弁償を要求し、 銃を突きつけていた。チスターは探偵に掴かみかかり殺してしまう。チスターは探偵の宿泊した部屋に遺体を移動させようとするが、ライダルは廊下でその様子を目撃してしまった。チスターはライダルに探偵がバーで酔いつぶれていたことにしたい。そのために力を貸してくれ。と頼んだ。ライダルはマクファーランド夫妻を パスポート偽造ができる友人のもとへ連れて行った。ホテルのフロントにある二人のパスポートを偽造パスポートと置き換えるためである。偽造パスポートができるまでの間、三人はレストランで食事をとることにした。チスターは酒を飲みながらも、コレットとライダルが親しげにダンスを踊るのを見ていた。そして、三人は、鳩場で眠りにつき、起床後、バスで、ハニアに向かった。 ハニア到着後、コレットは、夫が寝ている間にライダルの部屋を訪れた。イラクリオンに戻る途中、コレットは、アテネのホテルから逃げ出した、アメリカ人の写真が、新聞に載れば、誰かがそれをコレットだと指摘するだろうと思っていた。あるバス停で、コレットはバスから逃げるようにして降りた。チスターとライダルはコレットを追って、クノッソスの遺跡群へと向かった。やがて、 雨が降り出したので、三人は雨宿りできる場所を探した。チェスターは、ライダルを地下の迷宮に呼び寄せ、ライダルを殴りつけた。コレットは一人で戻ったチェスターへ、ライダルの身に何があったのかと聞いた。チェスターが、ライダルを探しに、地下へ向かおうとするコレットを壇上に引き上げようとしたところ、抵抗したコレットはバランスを失い、階段から転落して死んだ。翌朝、 意識を取り戻したライダルは旅行中の学生一行に姿を見られてしまった。チスターはパスポートを取りにイラクレオンに急行した。そこでチスターはライダルの友人にパスポート偽造の費用として2500ドルを支払った。ライダルもクノッソスにやってきてチスターを見つけ出した。二人は自分たちの片方でも捕まればもう片方も逮捕されることを自覚していたのである。二人は 船でアテネへと向かい空港に行く。そこからドイツのフランクフルトへ逃亡しようとする。カッコ内は日本語吹き替え本作の脚本を執筆したホセイン・アミニにとってこの作品が監督デビュー作となった。アミニは殺意の迷宮を映画化して自分で監督してみたいと15年間願ってきた。と述べている。殺意の迷宮の映画化権を獲得したトムス・ターンバーグは スタジオカナルとアーキングタイトルフィルムズの協力を得て、アミニと共に映画化の作業を進めていった。主要撮影は、ギリシャのクレタ島、アテネ、トルコのイスタンブール、イギリスのイーリングスタジオを中心に2012年8月より開始された。スタジオカナルが、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、ニュージーランドでの配給を行い、ユニバーサルスタジオが、スペイン、 北欧での配給を行ったエンターテインメントワンがカナダでの配給系を購入した。またマグノリアピクチャーズはアメリカ合衆国で本作を配給する権利を購入し2014年10月3日に劇場公開に先立って同年8月28日に本作をビデオオンデマンド形式でダウンロード販売した。本作は非評価から高い評価を受けている。 映画批評集積サイトの6点トマト図には105件のレビューがあり、批評家支持率は82%、平均点は10点満点で6.9点となっている。サイト側による批評家の意見の要約は、見事な画面作りと複雑で深みのある登場人物、そしてアルフレッド・ヒッチコック風の脚本が絡み合って、ギリシャに消えた嘘は、ロマンティックスリラー映画のファンに心地よい刺激を、 当ててくれる。となっている。また、メトクリティックには30件のレビューがあり、過重平均値は66、100となっている。バラエティのピーター・デブルージは、アミニ監督は、ヒッチコックとハイスミスの作風を見事に混ぜ合わせた。と本作を高く評価している。ハリウッドリポーターのデボラ・イアングは、本作とリプリーを比較して、ギリシャに消えた嘘からは、あの作品にあった。 生きていることの喜びが消えうせていた。しかし、本作のカメラワークは凝ったもので、アミニの演出力の高さを知ることができる。と述べている。ニューヨークタイムズのマノーラ・ダーギスは、アミニ監督は物語に、見事なディテールと厚みを加えている。と評した。ロサンゼルスタイムズのベッチィ・シャーキーは、原作のように、理解しがたい、登場人物の動きがある。しかし、 本作のストーリー展開は観客の心を引きつけるものだ。と述べた。ありがとうございます。